大森和代のいつもつながっているよ渡良瀬トーク。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、こんにちは。先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや、もう今日で1年も半年ですかね、ちょうど。そうですよね、はい、ハーフタイムデイというんですかね。ちょうど半年の節目ってことですね。あと半分ということでね、はい、はい、ハーフタイムデイということで6月、もう半分が過ぎてしまったんですよね。早いですね。お正月からも半分過ぎたんですね。あっという間ですよね。ただなんか私6月はすっごく長く感じたんですね。はい、お忙しかったですか先生。ま、あのバタバタしてましてね、あの出張も多かったですし、はい、大阪のね、あの初めてのチャネリングセミナーっていうのがあって、 その1週間後には広島で、はい、あの面談とかもさせていただきましたので、はい、ずっと大阪広島ずっとこう出っ放しって感じでして。そうですね、あの、まあ、出張も半分ぐらいはあったんですけど月の、まあ、それ以外にもまた京都行ったりとかあったんですけど、はい、やっぱりなんかその出張中もすごい出来事がいろんなことがあってね、はい、で最初にあったのはまあその、まあ、出来事ってわけじゃないですけれども、トランプと北朝鮮のキム・ジョンウンさんの対談っていうか、初めての会談、はい、っていうことで、結構報道されてたのでね、はい、あのまあすごいなって、なんか皆さんやっぱり初めてですので、はい、あのね、そうですよね、歴史的な北朝鮮と、はいはい、米朝会談っていうのは初めてのことなのでね、なんかそこに2人がこう立ってることが、この間までロケットマンとかね、はい、あの言い合ってた人たちがね、あんな風に立って握手してるのもすごい不思議な光景だななんて思って ね見てたんですけれども、はい、あと、その前ですかね、群馬で地震があったりとか、はい、あとあの結構千葉で地震が続いてるとか、そういう地震も結構あり、はい、で最後極めつけは大阪の6月18日月曜日でしたけどね、はい、その時はあの大阪でね、あの震度6なんてね、はい、大阪の方はあまり体験されてないんじゃないかなと思うんですけど、皆さんね、生まれて初めてでしたっておっしゃってましたね。そうですよね、阪神淡路大震災より揺れがひどかったって、あのひどい方の方、茨城市とか、はい、あと、8歳の子がお亡くなりになったのは高槻市ですかね、はい、あっちの方とか吹田とかもひどかったんですかね。 そうですね、はい、そちらの方の方は阪神、あの神戸の地震より揺れたって言って見えましたし ね、そうですね、うん、であのそういう地震とか、あとはあのあれですね、大阪チャネリングセミナーの前日、東京から大阪へ向かう新幹線の中で ね、はい、あの刺されたっていうことがあって、ありましたね。で福岡のね、よくイベントその時手伝ってくれる福岡スタッフの子がちょうど東京から大阪チャネリングに出るために、あの東京から最終の新幹線に乗ったらなっちゃったんですよね。同じ新幹線にね、彼女は10号車に乗ってて、あれがあったのが12号車なの で、12号車で、あの10号車乗ってたら、あの11号車の方からわーって刺されたとか言って人がなだれ込んできたので、もう裸足で2号車まで走ったって言って言ってたんですけど ね、本当に怖かったと思います、はい、乗っておられた方もね。そうですね、であのなんかね、かわいそうに男性の方が、はい、ね、一人を肉体を脱がれてしまって、はい、あのあ、まあそういう方はどこにおられるんでしょうかって聞いてこられた方も見えたんですけれども、はい、やはりあの場でもう亡くなっておられましたので、はい、その車両に自爆霊としてずっとおられるんですよね、はい、その土地ではなくて新幹線の車両ですか、ね、その人によるんですよね。その土地におられる方も見えますし、そうなんですね、あの車両におられる方もおられますし、はい、例えばあの大阪チャネリングセミナーで、はい、あの自分のご主人の同僚の方が あの電車とね、ぶつかって自殺をされたっていう車でごと、はいはい、でその方は首が飛んでちゃってたとかこう、はい、自分でその時ねおっしゃってたんですけれども、だいたい頭部の位置におられますの で、もしその首が飛んでいってしまい、その車自体ももう廃車になってしまって、
ったと、はい、もちろんそうですよね、燃えてましたもんね、うん、そうですね。でそういう場合はあの方はあの場所におられましたね。あの、そうなんですね、事故を起こした場所、はい、あの線路のところにおられて、はい、そこへ拾いに行ってくださったので、はい、自殺された方の同僚の妻っていう方がね、よく講演会来てくださってて、はい、その方が拾いに行ってくださったので、はい、うん、でまあ、ずっとあの場所にいなくて済んだんですけれどもね、はい、まあ、その新幹線の方はどちらかなと思うんですけど、なんとなく車両だと思うんですね。あ、そうなんですね。まあまあ、でもどの車両かわからないので誰も拾ってきてあげることができないですよね、その新幹線自体が今後使われるかどうかもわからないですしね、ちょっとね変えられるかもしれないですね、まあ、車両その車両そのまま、うん、内装をね、はい、あのなんかするかもしれないんですけど、はい、本当になんかいろんなことが あ, の、はい、ありすぎて、はい、6月が長かったっていうお話なんですけどね。そうなんですね、本当に早く一日も早く肉体を脱がれた方が楽になられますようにね、はい、これからも祈らせていただきます。はいはい、先生、それでは、はい、今日もいつものコーナーですね、はい、はい、いつものコーナー行きたいと思います。大森和代の愛のお裾分け、はい、では質問の方、由美ちゃんから読んでいただきます。お願いします、はいはい、今日は響さんからのご質問ですね、はいはい、大森先生の講演会に初めて参加した2011年2月の時に閉所症の悩みに会場で励ましていただいてからすごく改善されてきています。満員電車の中では下を向いて大森先生のブログを開いて周囲を感じないようにしたり、自分に大丈夫と言い聞かせて強い気持ちを持つように意識しています。私自身はとても良い方向に向かっているのですが、最近ペットショップで小さな箱に入れられて出たがっている犬を見たり、水族館の中で泳いでいる魚さんたちを見ても胸が苦しくなるようになりました。子供たちが小さかった頃はイルカショーをよく見に行きましたが、先日イルカショーを見たら全く楽しめない私がいました。本来海で自由に泳げるはずのイルカさんたちが水族館で飼育されて、私たち人間のために一生懸命ショーを見せて演じている姿を見たら、何とも言えない切ない気持ちになってしまいました。今はペットショップも入れず水族館にも行けなくなりました。私の心の変化は何でしょうか、というご質問ですね。はい、響さん、ご質問ありがとうございます。そして閉所恐怖症、良くなってこられて本当に良かったですね。私も嬉しいです。本当パニックがあったりとか、そういう方も電車など乗られた時はやっぱ周りを意識してしまったり、自分が今電車に乗ってるとか、あとそういうことを意識するとやっぱ症状が出る場合がありますのでね、響さんのようにぜひそういう時は私のブログとかラジオ番組をこっそり開いて、イヤホンつけてればね、周りのラジオも迷惑にはなりませんので、それを意識しないでそちらに没頭し集中するという、それはすごくいい方法だなと思いますしね、ラジオや私のブログからは波動が出てますので、そういう閉所恐怖症であったりパニックひどくなる時っていうのは霊がこう寄ってきていたりついたりする場合も多いですので、ついてるで、そのブログを開くことでポンって飛んでったり守られますのでね、ぜひそんなこともされてみてください。そして響さんがやっぱりこう水槽の中にいる魚ちゃんを見たり、そういう苦しくなってくるというのは、これはすごく、響さんの魂が知ってるからということでもあります。それはご自分がそういうところを閉じ込められたら怖いなと思うからとか、そういうことではないんですね。本来本当は生きているものは自由にそのままの状態にしてあげるというのが本来これは一番いいことなんですね。ですから、以前は神様、金魚をねあんまり狭い水槽で飼ってはいけないとか、そんなようなことをおっしゃっておられましたし、動物も犬もこうつないでね置いとくのはかわいそうとか、そういうことはおっしゃってたんですけれども、今はその家のご先祖様とかがどんどんこうペットとして動物に生まれ変わっておられて、この最後の時にそのペットちゃん、ご先祖様の魂を救ってあげなくてはいけないということで、ペットとして飼っておられる方がどんどん今の時代増えてきているという、特に犬とか猫なんですけれども、それはそちらにお生まれになっておられる方が多いということで、またその部分が少し以前と変わってきた部分でもあるんですけれども、本当は魚とかはあまり自分たちでただ観賞用で見るためだけに楽しむとか、
そういうことはあまり好ましいことではないということは神様はおっしゃるんですけれども、だけど大事に飼ってあげればそれはまた話は別ともおっしゃりますので、どうせペットショップで売られていて誰かが飼ってあげなきゃどうなるかわからない、処分されてしまうかもしれない、そういう魚さんでしたら少し広めの水槽に飼ってあげて自由にこう動き回れるようにしてあげるようになるべく飼ってあげてください。でイルカというのは全部が人間の魂なんですね。ですから響さんは人間の魂でありながらこんな風にね飼育されてショーをやらされたり楽しいのかなとか、そういうことをすごく響さんの魂自体が感じておられて、そんな気持ちに、ね、なられてしまったということですけれども、そういうところにもう行けないではなくて、ぜひ行かれてテレパシーでイルカは話ができますので、イルカさんに向かって今はこうやってねショーをやってるけど頑張ってねと、今はイルカの修行なんだけれども、これからきっと次はまた人間として、あなたは人間の魂だから次は人間として生まれてこられると思うから頑張ろうねっていうふうに、ぜひテレパシーでイルカさんとかアシカさんとかショーをやっていたら話してあげてください。それもすごくその魂を救ってあげることになりますのでね。はい、ありがとうございます。はい、先生今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。行けないというのではなくて、逆に行った方、行ってお諭しというかイルカさんに教えてあげた方がいいんですね。そういうの。そうですね、ぜひ諭してあげるっていうのはすごく大事なことですので、はい、響さんが行かなくても絶対にそのイルカのショーは行われてるわけですから、ぜひね行って行く機会があれば、無理にね、だからといって毎日弁当持って通うとかそういうことはされないでくださいね、はい、お忙しいからそんなことはできないと思いますけどね、はい、もし行く機会があったら響さんに限らず他の皆さんもね、はい、ぜひ今はこんなところで大変だけどこの修行終わったら必ず今度また人間として生まれてこれるから会いましょうねとか、はい、頑張ってねとか、はいはい、そういうふうに言ってあげていただきたいなと思います。そうなんですね、はい、先生動物園とかどうなんですかね。動物園も本当はダメなんですよね。そうですね、ああいう柵の中にね、はい、本当はジャングルにいたいであろう、ライオンをわざわざ日本まで連れてきて、はい、気候の合わないところでね、なんかね、ライオンさんが雪の中にいたりするとかわいそうだなと思ったりしますよね。そうですよね。もう本当にそういう檻に閉じ込めとくっていうのはね、はい、本当は動物園っていうのはあんまりいいことではないんですけど ね、 そうですね、まだサファリーパークの方が、はい、自然な状態で、はい、動物さんが過ごせるので走り回れますからね、まだね、はい、はい、いいかなと思うんですけれどもね、はい、はい、いろいろ私たちは知らない間にそうやってね罪を犯してるんだなっていうのを思うんですけれども ね、はい、だからやっぱり地獄とか行ってしまった人たちも、なんで地獄にいるかわからないっていう、はい、そういう方も多いですので。そうですね、以前も、ね、セミナーとかでは話してるんですけれども、はい、やっぱりそういう多分こういうことで言ってるんじゃないかって思ったらなかなか上がれない自分のおじいちゃんであったり、はい、おばあちゃんであったり、はい、こんなことをしたからじゃないのとか、人の悪口言ってたからじゃないのとか、そんなことぐらいで行くと思わないですよね、はい、人の非難をしたり人にちょっと怒鳴ったりとか、 そうですね、そんなことで地獄に行くなんてみんな思ってないんですけれども、はい、そういう面があったよね、そこを反省しようねとか、はい、そういうことはお仏壇でチンチンってやって25分間来ておられます、はいので、今は素直に聞いてくださると思うんですよ。そうですね、肉体のある間はね、なかなか、はい、頑固なおじいちゃんだとね、はい、みんなうるせえとかってまた逆に怒鳴られちゃったりするので、はい、でも肉体逃れた後はやっぱり今苦しい修行だったら、なんで苦しいんだろうって何かもうわからないって思ってる時に、はい、子孫の声がそういう風に言ってきたら、はい、そうかっていうね、喜ばれますよね、気づきをね、もらえますのでね、はい、でそうかと悟ったらポンって上がれるので、あ、そうなんですね、その時が以前私のセミナーで単独セミナーでね、はい、お話しさせていただいたんですけれども、はい、本当に地獄の釜の蓋が開くっていう状態、地獄にいてそこから上の十労働界上がられる時っていうのは、はい、地獄っていうのはもうどの地獄も
暗いんですね、はい、暗いところから突然頭の上でパッカンって何かが開いたような状態になって、はいはい、光が差し込んでくるそうなんですね、でハッってなるとシュッと上に上がれる。それで重労働会って結構大変な重労働する場所なんですけれども、はい、でも今までいた地獄と比べると明るくて周りが見えるので、はい、すごく安心感があり、で重労働会の方が面談でこう降りてこられると、はい、前よりずっといいとこにいる、いいとこにいるっておっしゃるんですね。そうなんですね。で仕事はあるけれども、はい、でもその仕事が楽しい楽しいってね、生後生前ね、はい、大工さんだった方とか、外のお仕事をしてらっしゃった方は、はい、すごく重労働会が楽しいそうなんです。で今まで真っ暗の中でね、仕事もせずに、いたのが辛かったって言って、すごい仕事楽しいっておっしゃる方もいますので ね、ぜひ皆さんもまたお食事の時にね、お仏壇で諭してあげてください、はいはい、ではまた来週お会いしましょう。 See you next week. Bye.